はい、みなさんこんにちは。小学5年生の算数についてちょっとね確認させてもらいたいと思います。今日はですね、平均についてやっていきたいと思いますので、テキストは90ページの内容からなんですけれども、こちらのやり方をまずは確認してもらいたいと思います。はい、各位は11g、14g、23g、8g という4つの重さがありまして、これのですね、平均をですね、出してくださいってことですね。こちらの方なんですけれども、平均ってそもそも何ですかっていうと、こういった4つ今回、それぞれ別々の重さがあるんですけれども、そちらをですね、等しい大きさになるようにこう平らにならしていきます。ね。で、鳴らしたところの出てきた数字が平均と言いまして、大体この数字の中の真ん中、これぐらいがですね、真ん中ぐらいの数字になりますよっていう平均出ますので、なので平均で計算し出すときは、これらのですね、数字に近い数字が絶対出てきます。ね。なので、明らかにちょっと離れている数字とかが出てきたときは、何かしらの計算を間違ってますんで、必ずこれだと近しい数字の大きさ、ね、近しい大きさの数字ですね。が、出るような形でですね、しっかり確認してみてください。はい。やり方なんですけれども、こちらはまずですね、全部を足し算してください。11足す、14足す、23足す、8という形で全部を足してもらいます。そして、足した、個数ですね。1、2、3、4個ありますので、足した個数で割ってもらいます。で、見てわかる通り、カッコをつけましたので、必ず足し算から先にやってください。で、その後に割り算をやっていきますね。はい。そうしますと、56÷4 って形になります。ね。ここでやっぱり平均のね、ちょっと一つポイントなんですけれども、ここのですね、足し算ですね、これをね、ちょっと計算ミスしちゃうと、平均全然出てこなくなっちゃいますんで、ぜひこの足し算がまず正確にできるようにね、しっかり押さえてやっていきましょう。で、最後に割り算をやっていきます。はい、そうすると56÷4って形になりますので、答えが14。ね。ということで、ここの平均は 14g ですよ、という形で出してもらえるといいですね。はい、続けてカッコ2番、リンゴ4個の重さを測ったら 720g でしたということで、さあ、もう実はですね、4個分の重さが 720g ですよっていうのを言ってあるんで、ここの足し算で出た数字がもうすでに出てますよっていうのがここの問題です。で、丸1番、リンゴ1個の重さが平均何 g ですかと聞いていますので、じゃあやはり平均で出していくんですけれども、こちらの方、もう720そのまま使っちゃって大丈夫なんで、なんと足し算しなくてもね、割り算だけで平均出てくるという形になります。はい、そうするとこちらの方が180と出ますので、答えは 180g という形になりますね。で、リンゴ6個の重さは何 g なんと考えられますかってことなんで、1個分の平均が 180g なんで、これ使っちゃって構いません。なので、ここは掛け算でいきましょう。1個分が180なんで、6個分の重さを聞いていますのでね。180×6。ということで、1080。答えは、1080g という形で入ってもらうといいでしょう。そして、丸3番。リンゴ何個分で重さが 2.7kg になると考えられますかっていう問題なんですが、ここで気をつけてほしいのは、2.7kg と言ってますね。キログラムなんですよ。単位は先ほどまでグラムでやってましたね。じゃあ単位は合わせましょう。ということで、2.7kg を合わせていきますね。2700g になります。で、一つ分の重さですね。一つ分の重さがね、先ほど丸一番で出しましたけど、180g でした。それなので、2700g を180g で割ってあげてください。1個分の重さで割ります。そうすると何個分っていう個数が出てきますので、こちらの方が、15と出てきます。お互いに0がついてるんで、1個ずつこう0消して、270÷18っていう計算でも大丈夫です。はい。で、こちらの方は15個という形で答えが入ってもらうといいですね。はい。そしてもう一つちょっと大事なことを確認していきたいと思います。
こちら右側のページは仮の平均という問題についてちょっとやっていきたいと思いますね。62g、65g、60g、69g、64g とあります。さあ、先ほどちょっと最初に平均出すときに注意事項でね、述べさせていただきましたね。ここの足し算を間違えないように気をつけてくださいねって言ってますね。でも、やっぱり数字のね、数字が大きくなるほどですね、足し算の計算ミスってやはりしやすくなってきます。ね。どん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 大きくなってくると大変ですよね。それなので、仮の平均というやり方でちょっとですね、工夫してやっていきたいと思います。はい。仮の平均は、まずですね、この62から64グラムの間の中の数字で、一番小さい数字に目をつけます。はい、そうすると一番小さい数字っていうのはここ 60g になりますね。はい、これをですね0という形で捉えます。0にします。そしてこの 60g に対して 62,65,69,64 がどれくらい、まあ多いのかっていうのを数字で表していきます。なので60から62ってことはこれ 2g 増えてますので、ここを260から65だと5、60から69だと9、60から60だと4。こういう形でどれくらいね、基準の60よりも多いのかなっていうのを出していきます。で、これを使って平均を求めていきます。それなんで、2たす5たす0たす9たす4割る5という形ですね。こっちの計算の方が、はるかにね、大きなそのままの数字あるよりも計算ミスが少なく済みそうですね。はい。そうすると、こちらの方なんですけれども、合計が20になりますんで、割る5して4っていう形で平均が出てきます。ね。はい。そしたらですね、こちらの4って出たんで、じゃあ平均 4g ですかというと、ちょっと違いますよね。先ほど言った通り平均ですから、同じぐらいの大きさの数字が出なきゃいけません。じゃあ、この4っていうのをどうするかっていうと、基準としたこの 60g に、出した平均の4を足してあげてください。そうすると平均が出てきて 64g という答えになります。ね。こんな形でですね、計算した後に一工夫ちょっと必要なんで気をつけてね。はい、丸2番 139m、142m、144m、147m ですね。はい、一番小さい数字を基準に考えますので、139m を0として捉えます。そうすると142m は3、144m は5、147m は8という形になります。はい、そうしますと、こちら順に足していきます。0足す3足す5足す8、括弧閉じ割る4ですね。はい、そうしますとですね、こちら全部足すと16になりますね。16割る4は4ですね。はい、で、皆さんも大丈夫ですね。ここを出ましたらば、基準とした139に4を足してもらって、143m というのが平均として出てきますので、こんな形で出してもらうといいでしょう。ね。よくまとめのテストのね、結果で通信でも書いてある平均点っていうのもありますね。これがまさに平均の話になりますので、ぜひともその平均点っていうのがね、みんなバラバラな数字をですね、全部足して数で割って鳴らした。数字になりますね。そういったところもね、押さえてもらうといいかなと思います。はい、ということで今回の算数はここまでになります。ぜひともですね、もう一度ですね、平均の問題ですね、もうすでに学校で入っている人もね、ちらほらおりますのでですね、そちら学習でぜひ使ってみてください。では一旦ここで終了です。国語また流しますのでよろしくお願いします。じゃあねー。